11月26日日曜日に開催されたキックボクシングイベントキックインシスト17のメインでは名高、カ、エイワスポーツジム吉成名高カが相手の蹴り足をキャッチしながらの左ハイキックで失神 KO を勝利。名高カのマネジメントを手掛けるグッドチョイスエンタテインメント代表の洋平氏が慶応の瞬間の映像を公開しそのあまりの神業。 ぶりに SNS では、凄すぎ、吉成なだか半端ないって、と湧いている。ナダは日本人初のラジャダムナンルンピニー統一王者、ミニフライ級。今年7月にはラジャダムナンスタジアム認定フライ級王座も退官し、外国人として史上初のラジャダムナンスタジアム2階級制覇を達成した、神童、だ。相手のルンサックノーイ・シットニワットは、 過去に現ワン・フェザー・キュー・ムエタイ世界王者タワンチャイから勝利を挙げている強者だ。1R はナダカのペースで試合が進む。X に投稿された映像はリングサイドから撮られており、2R 開始時、サウスポーのナダカが様子見をしていると、セコンドがナダカ、ギア上げろ。と指示が飛ぶ。その直後、ナダカは相手の左ミドルを抱えると同時に、瞬速の左ハイキックを炸裂。 相手はヒットした瞬間に意識を絶たれ、大の字で倒れてしまった。その勢いたるや、ナダカ自身も蹴った後に転んでしまうほどで、凄まじい力で当たったのだろう。洋平氏はこの投稿に、ギア上げろってセコンドが言った瞬間にハイキックで慶 o 屋で、ギア上げて強くなるのなんてワンピースのルフィちゃうねんから、そんなんできひんやん普通、と驚きを綴っている。この投稿にファンも、 すごすぎ、音がえぐい、相手完全にスイッチ切れちゃった、と教嘆の声が並ぶ。吉成のファンと公言しており、現場で観戦した糸井重里も、とんでもない KO シーンを見ました、と簡単仕切りだ。名高はこれで連勝を26に伸ばした。吉成はマイクで、12月に大きな試合があります。今年はもう1試合あるんで。 期待してください、と12月にビッグマッチがあると発表した。陽平氏は今回が、2023年の日本で最後の試合となる、と X に書いており、タイのビッグマッチなのだろうか、期待したい。